はい。皆さん、こんにちは。ジョーチャンネルです。えー、今、代表戦が終わりました。えー、結果は2対1ということで、オーストラリアに勝利しましたね。えー、まあ、結構苦しみましたけども、まあ、勝利ができるんじゃないかなと思ってましたので、まあ、ここは勝ち点3をホームで奪えて、よかったなと思います。えー、まず、あ、ざっと、いろいろこう、ゲームを見ていくと、まず、まあ、今回、新しく、まあ、システムを変えて4-3-3ということで、 えー、特にね、まあ4枚のディフェンスは変わらないですけども、中盤アンカーに遠藤を置いて、田中碧と、えー、森田ということで、えー、ここがやっぱり一つちょっと肝になったかなって感じしますね。えー、しっかりと遠藤のところで潰せる。で、えー、中盤森田と、えー、あと田中碧で、やはりこうボールが奪えたり、そこからやっぱり前へ展開という部分に関してはすごく良かったんじゃないかなと思います。 で、あとは、やはりこう、交代カードがね、今回はうまくハマりましたね。えー、まあ、決勝点を挙げた浅野もそうですけども、まあ、やはりこう、大阪に変えて、古橋をトップに入れたとか、まあ、こういったところはやっぱりこう、古橋っていうのは一発の飛び出しがありますし、そういうチャンスもね、作りましたよね。まあ、だからやはりこう、中央の方がやりやすいのかなっていう気がしました。 えー、これでまあ勝ち点3を奪ったので、まあなので勝ち点6ということで積み重ねができたということですね。まあ本当にこう少しつながったかなという気がします。で、まあこれからね、またまあサウジとかもやっぱホームで迎えられるので、そこまでやっぱり取りこぼしのないようにね、しなきゃいけないですし、まあ今日は全体的に勝ちたいなと。 いいうう風なな雰囲気気ががすすごくチームととしして出て出たなという気がしますだから追い込まれている中でこの勝利というのはちょっとチームにもたらす影響は相当大きいかなと思います。で私も経験しましたけれども98年フランスワールドカップの予選もそうでしたけれども、まあ、ちょっとやっぱりそこにねなんかすごくリンクする部分があって、えー、あの時はカモシュー監督が、えー、指揮を取っていながらなかなか結果が出ない。まあそれで 岡田監督に代わって、まあ最終的に、えー、勝ち取ったというところでしたけども、この時も、まあ実はやっぱりメンバーの固定という部分に関しては、やはり鴨さん、鴨監督も、まああの当時、ほぼメンバーを変えずにですね、えー、プレーをさせてたっていうことで、まあ僕も、まあ、出たり出なかったりということで、まあサブに回る時も多かったですけども、まあ明らかにコンディションが悪いとか、明らかにこううまくい,いってない、 時でもやはりこうメンバーを変えないというね、そういった監督だったので、まあ最終的には、まあ非常に厳しい状況にはなりましたけども、ここのやっぱりこう選手とのちょっとやっぱりギャップというかね、まあ選手、先発メンバーとサブ組のギャップっていうのを、まあ実はすごく感じていて、やはりこう森保監督もどちらかというとやはりこう固定メンバーで、まあ戦っていくような形なので、まあそこに対するこうサブ組の まあモチベーションとかチームに対する一体感というのがちょっとなかなか生まれなかったのかなと思いました。で、ただ、まあ、今回ね、まあ、柴崎選手が前回ちょっとね、あいた大きなミスをしてしまったし、精神的にも非常にね辛い時期だと思うので、その中盤をある程度変えて、まあ、そしてシステムも4-3-3にして、うまくはめていったなという形です。まあ、なので、えー、本当にね、まあ、なんとか勝ち点は 3を奪えたたのですごく良かったなと思いますしまあまあだまだやっぱりこう長いですからねまあなので勝ち点をやっぱりこう本当に取りこぼさないというのがすごく大事になってきますね時節からまあ期間ちょっと空きますけどもまあそこに対してどうするのかそれと4 3 3がやっぱりうまくオーストラリアにはまったのでまあここの部分とまあ他のシステムをどう駆使して戦っていくのかという形になると思います。 で皆さんがね、いろいろ監督解任だとかっていう話になってますけども、まあ今回ね、結果残らなければ、おそらくまあ解任の方向でね、いくんじゃないかなと僕も思ってましたけども、ただ僕は、うんオーストラリアには勝てると思っていて、でチーム事情もね、ちょっといろいろ調べましたけども、まあ、そこに対してやっぱりこう、ちょっとモチベーションというかね、本当に危機的な状況になってきて、まあ 必ず勝つというね、そういったこう、全体的な雰囲気が非常に出てるというような話を聞いていたので、まあ、ここはちょっとね、まあ、味がひとも勝ち点3を取るというところで結果は取れたので良かったなと思います。えー、まあ、皆さんはね、賛否いろいろあると思いますし、監督交代した方がいいとか、まあ、アジアカップからね、なかなかアジアカップオリンピック、そしてまあ、今のこの予選ということで結果が残っていないというね、そういう指摘もありますけども、うん。 まあ、それはそれでね、まあ、いろんな意見があると思いますし、まあ、今後、ね、どういう形になるか分かりませんけども、まあ、でも、まあ、この勝ち点3というのは、いろんな意味で、まあ、森保ジャパンにとっては大きかったのかなと思います。えー、なので、まあ、私も、ねまあ、応援しつつ、まあ、やっぱワールドカップに出なきゃいけないですからね、出場しなきゃいけないというやっぱ使命が選手にもありますから。 え、ぜひね、そこに向かって、次節頑張ってほしいと思います。まあ、ひとまずは、よかったな、というのが本題です。はい。それでは、また会いましょう。また詳しくね、いろんなことを話していきたいと思いますので、またぜひ以上チャンネルを見てください。それでは皆さん、また。